はいどうも、お久しぶりです。そしてこんにちは、クレイジージョーカーことともゆきです。はい、というわけでですね、今回は YouTube 復帰から早いもので第3弾となりましたね。今回も前回前々回に引き続き、キンプロキングオブプロレスリング第12弾ね、このボックスを開けていきたいと思いますね。前回までのまあ回想としてね、お気に入りカードを紹介します。スーパーフライ、ゲドウさんのスーパーフライ、そしてジェフ・ジャレットのこの試合にね、ガーって乱入できるやつ、そしてカーフキラー AJ スタイルのね、で新格闘前田明選手、そして串田選手のホバーボードロックとね、この前田明選手と串田選手のホバーボードロックはトリプルレアですね。さあ、というわけで早速ね、じゃんじゃんやっていきましょう、ボックスね。もしね、あの第1弾復帰から第1弾と、あの第2弾のね動画が見たいという方は、やっぱ開かないね、見たいという方はね、話に戻りますけど、見たいという方はあの下にね、この第3弾の動画にあの URL を載っけておけたら載っけておくんで、ぜひぜひね、そちらの方からチェックしていただけたらありがたいです。と言いつつ全然開かない。やばい、これで俺1分ぐらい撮るんじゃねえかな。あ、でも、あ、兆しが見えてきた。オッケー、これでいいんじゃない。そうそう、俺これ、あー、ギリか、いいか、いけ、くそ。てこずる、開かない、開け、よしね。前回はね、岡田選手1枚も出ずっていうね、ボックスなのにっていうね、ちょっと辛い現状ですけど、中村選手とかも一切来なかったですからね。それがちょっとショックすぎて、やばい。さあ、早速やっていきましょうか。岡田選手が出るという望みをかけて。ね。もう、これ頼みますよ、岡田さん。もうこのクリアファイルに、下にあるクリアファイルにね、祈りつつ、やっていきたいと思います。さあ、お!ね。プロモーションカードは岡田選手ね。さあ、プロモーションでね、ごめんなさい、訂正します。PR カードは岡田選手。さあ、やっていきましょう。こっちでいいか、こういうとこ。岡田選手の顔隠れちゃうけど。さあ、まず1枚目。10枚ありますからね。どんどんちゃっちゃといきましょう。ね。さあ、ハサミがあった。オッケー。で、これで、さあ、まずは1パック目。どうなるか。太一は帰れ。岡田選手が、また太一第、ねえ、もうさっき出たのよ、これ、もう。うわ、来た!ロッキーロメロ。これ好き。ロッキーロメロ選手は普通に好きです。ね、フォーエバーフリガンズ。でもまあ、ちょっとここ置いとこうか。まだお気に入り早いね。さすがにね、1個目だから。当たりはない。ね。ちゃっちゃと行こう、もう。当たらない憂さ晴らしっていうね。岡田選手、矢野選手、中村選手が当たらない憂さ晴らしって。とりあえずね、岡田選手のトリプルレアでも、1枚出たらもう俺満足っすよ、もう、それで。頼む、岡田さん、頼む。またブロディ一緒。さっきも1段のね、あ、1段じゃないや。復帰から第2段の動画に、ね、あの、最後ら辺に出た、ブロディ。やばい、これはね、やばいよ。またこれもだ。ね、キングコングキック。ね、第2弾見ていただく方はわかると思うんですけど、出た。あ、これは違う。誰?今、ちょっと俺今の、ちょろげでわかった。これだ。吉橋選手。あ、よ、あ、ごめんなさい。先生、吉立つね。吉橋は、ケイオス。ケイオス好きすぎてね。ちょっと、今やばかった。間違えた。使用者が吉立つなら、条件を含むブーストカードされているなら、すごい。いや、すごいんだよ。すごいんだけど、やっぱね、やっぱり、言いたいこと皆さんわかりますよね。岡田選手が欲しい。散々ね、これ、俺、あの、復帰第1弾の、これ、単品のね、あの、パックの、時からずっと言ってるんですけど、欲しいな岡田選手。プロモーションとかね、あの PR カードは出るんですけど、あー出た、ローブ・コンウェイ、アイアンマンね。これもね、で別の
やつなんですけど出たんですよね、 NWA のチャンピオンね。なんかね、もうちょっとねこう会話が盛り上がるけど、おこれ何、ランニングフロントキック、うわ痛そう、これ食らってる、これ多分中西選手じゃないかな多分、うん多分ね、でも痛そう、これすげえ入ってる、がっつりバンバンに入ってる、これこっちがブーストですね、こっちが選手です。さあ3枚目、前よどんどん行くのか、キートレインメーカーポーズ、キート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 すぎて今ここを隠すの忘れた、キート、レインメーカーがブーストされているなら一定確率でスタミナ、うわめっちゃある、岡田からしかなるボルテージ2つ、うわキート、レインメーカーポーズかっこいい、これ多分倒れてるの AJ、 さすがゲドウさんもちょっと釣る、さすがさすがさすが2つで、さらにもう1個ね、さすが岡田さんっていうのが出て、さすがさすがさすが何のひねりもないっていうね、いやあれイメーカーズ、これはまあ一応お気に入りにしておきます。やっぱ岡田さん来ましたね、でもねまだ満足いかない、まだまだコメントくださいって言われたら特になりませんだよ本当にいやーね、まあね、あの前回のね動画でまた出た鈴木くん1年生、これも前回動画で出たいじらないね、あの前回の動画でこれもスピアね、前回の動画でいろいろハプニングが起きたんですけど、まあねもうハプニングはミラクルは起きません。きっと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 見て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 、岡田選手のゴッチ式ツームストーンパイルドライバー、きっときっと、いずれかのチームにユニットバレットクラブがありない低確率でパワー、いずれかのチームにユニット追加が低確率でプラスさん、すげえ、使用者が岡田和志が高確率でパワー、使用者が岡田和志が続きのような低確率でパワー、聞いた、これもちろんお気に入りでしょね、鈴木みのるさん相手にやったねゴッチ式ツームストーンパイルドライバー、来たこれ来た、これであと岡田さんが出れば文句なしですよ。あーでもね前回の動画で見てブーストにせいぜいトリプルエアが入ってるのって2枚、よくて2枚なんですよ、だからどうなんだろう、これ以上出てくれるかな、まあ、出てくれると信じましょうよそこはね、いろいろね親が、前回親が入ってくるとかいうハプニングもありましたけど、 あったねこれジェフ・ジャレットも ね親が入ってくるハプニングもあっていろいろありましたけど、でも続けてるっていうね、そこは評価していただきたいこれも出たね、これ一応気に入りやってるからもうこっちでいきますね、そこはね評価、おっこけしこけし落とし出た、こけし落とし、一定確率でパワー2から4、この数値はこの試合の全てのレスターのボルテージ合計に換算するね、出たこけし落とし、これはなんだ、ダブルレアか、ダブルレア、こけしこけしもいいんですけどね、できることなら極力岡田選手が出てほしい、岡田選手のねダブルレア以上ですかね、出てほしいね。さあドン、ね、せめてもねこう前回なかったものが出てほしいと言いつつ AJ 出てくるっていうね、バレットクラブの多さ本当に、今回はこれも出たね、スワンダイブ式フライングフォルムね、これも出た、多いんだよな俺、すっげえ多い、バレットクラブ出た、ブロザーブルザブロザーザーザーやばい、岡田選手出てる、お来た当たり、銀プロキャンペーン来た、当たり100ポイントやった、あだっすね、これでゲーム内でねポイントが100ポイントもらえるわけですけど、これ取っとこう、これここに置いとこう、いやーね、くそー、岡田選手が出てくれたらね、もうこの動画もね、そのなんだろう、この金プロのブースターパック、ブースターじゃねえや、ボックスもね文句もないわけですよ、もう愚痴ばっかさっきから出た、田口選手、うわーもう見えてた、これワンセットね、これ毎回出てくんな田口選手毎回出てくる、何この状況、何これ、いやほんとオーマイ&ガーファンコーだよ本当に、冗談抜きでやばい、出たブルザブロディ、出たのトリプルレア来たね、出たブロディの、鳥獣ブロディの
いいカードだ、いいカード。申し分ないんだけど、くっそー、岡田選手。まあでも一応気にしておきます。やっぱトリプルレアなんでね。でもね、今回、このブースト、また間違えた。このボックスはね、割と多いよ。ね。プレイヤー、あと何枚だ？あと2枚か。で、これ入れて3枚。あと3枚。ここで岡田さん来てほしいよ、これ。やっぱね、最後の最後に、ね、金の雨降らしてほしい。どう出た？真壁選手。すっかり、どうした？暴走キングコング、どうした？こんな和やかなキャラだったっけ？後ろにこういうケーキの柄が並ぶほど、可愛げあったっけ？この人。全然じゃ、どうした？どうした？暴走キングコング、どうした？いや、可愛らしいからなってますけどね。でも結構好きですよ、真壁選手もね。面白いですね。それに強いですし。来た。チャップ。ケサギリチャップ。片言でケサギリチャップね。使用者がユニット GBH ならガッツの。ケサギリチャップ。すげえ顔してんの。ジャイアント馬場さんのモノマネするときの人みたいな顔。何これ誰コマツですって。コマツですちっちゃいこれ。これ見て。見て。ほら。カマツです。あ、映んねえんだ。ぼやけるんだ。すいませんね、なんか。カマツです。これ使おう。あと。カマツですって出すから。あとカマツですってちょろってね。出してきますよ。これね、金プロの開封動画で、ね、矢野選手がやってた手法ですね。矢野選手の場合、ゼーでしたけどね。永田選手の。ね。ほんとやる。カマツです。これね、手こずるね。手持ちの置きにくい、持ちにくいとこ置いてたらね、手こずるね。さあ、残り、あと2枚となりました。なんだこれ、あ、引っかかってんだ、これが。これが、引っかかってる、ゴミが。スターハーズね、これも出たんだよな、さっきな、触れずに行きます、これに関しては。申し訳ない。あー、ハンセンまた出た、これ。これやっぱセットが多いんだよね。こう、大体ね、これ来たらこれっていうね。キャプテンニュージャパン、ヒーロー。俺にとってのヒーローじゃなかった。岡田選手がヒーローだった。キャプテンニュージャパンだー。カマツです。全く一緒って。やってることパクリっていうね。もう早い。もうあと一パックだ。うわ、早い。超早い。もう、あれですよ。カラスですよ。ほら。うわー、箱取っとくけどね、これ俺。箱は取っとくタイプ。取っとかないかで言うと、箱は取っとく派。いやー、でも、やばいんじゃないかな、これ、多分。だよ、ほんと。あー、これも、見た。串田選手。タイムスプリッターズね。いやー、さっきホバーボードロックとかね、合わせればいいんですけど、うわー、これも見た。やばい、なんか。トペコンヒーロー。ねー、これもいろいろね、ドラマとかね、モデルになったりしましたけど。ラストですよ、皆さん。ラスト1個。ラスト、一カード。グッデン。デケ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 
お、見えた。何？誰？あースイングブレード2枚目だよね。最後にこれはショックだよね。岡田選手来てほしかったな俺。これはねショックだよ。いやーショックだ。これは辛い。スイングブレード、え、いいカーなんだけどね。まあでもね、また次回ブーストパック買ってね、またこういう動画をね撮っていきたいななんて思うんですけど、ショックが隠せないってねまあね、一応これを撤去してね、今回の収穫、主なね、主なお気に入りカードね、収穫です。それ一応紹介してお会いしたいと思いますね。超獣ブルーザブロディね、ゴッチ式ツンストンパイルドライバー、これ良かったね。これ岡田選手のねトリプルレアで、これレインメーカーポーズっていうね。で、格闘王前田明選手で、ホバーボードロックね。で、カーフキラーで、ジェフ・ジャレットの試合に乱入、介入か、試合介入だ。読めたここに来て読めた。介護の介じゃねえのかなと思って、
来た、読めた、ここに来て読めた、あった最後の最後で、邪道さん、あ、じゃあ下道さんの、なんでこっちが読めなかったんだなんで介入読めてこっちが読めなかったんだね、下道さんのスーパーフライっていうね。いやー、そしてね、この金プロのね、銀プロか、銀プロの当たりカードね、これ初めて当たった俺ね、一回金プロが一回だけ過去にあったけど、これ初めて。さあ、そしてね、岡田選手のね、クリアファイルもありますけどもね、最後にね、まあこうコメントとしては、岡田選手が出て欲しかったかなさあ、それでは皆さん、また次の動画何するかはまだ決めてませんけど、こっから本格的にまた友幸たぎって金の雨降らしていきたいと思うんで、よろしくお願いします。それでは皆さん、愛してまーす。